いいような気がしてきたなんとなくこういうやつがここ見やすいですねでこういうやつがここ,この子がここでいいかな OK か OK おはよう。 今日はおさげおさげです朝で声がちっちゃい気がするおはようおはりーなちゃんおはようおはようございますりーなは今日は5時半とかに起きたでなんかりーなはね今日もワンちゃんを片手にワンちゃんが最近めちゃくちゃあったかいことに気づいたんだよねおはよう リーナ組ですありがとうおはようございます一番のリーちゃん <laughs> 一番のリーちゃんゴジッタ死ぬってゴジッタどこでどこでゴジッタどこだおさようおさようになったらね大丈夫リーナもさあのテロップにおはりーなって書くときなんかおは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 みたいな変な絵文字出てきたから大丈夫どうで ーちゃんおはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。おさげちゃんだ。かわいい。ありがとう。メール送ったんだけど届いてないもしかして <laughs>。一応今日のメール送ったんだけど。今日おさげにするよ、みたいな。届いた配信中に届いたらちょっと気まずいよ。 サギリーナちゃんかわちかわちおはようございますおはようございますありがとうおはよう今日はリーナは朝から自分で三つ編みしました三つ編み普段あんましないからさちょっとあんまうまくできなかったか今日も世界一かわいいありがとうおはよう配信始まってたそうだよ画面を見ながら器用に終わりになるリーナさんはそうですよ朝から髪型もバッチリそう まあ土日なんだね。大好きな朝から可愛いですね。ありがとう <laughs> ありがとう。おはようおはよう。明日こんな可愛い子に会えるなんて幸せすぎる。あ当たったの。おめでとう。嬉しいリーナも嬉しいわ。<laughs> えどこ席どこですか。席を。でもさリーナも早くさ公園で。 髪型自由にできるようにしてほしい <laughs>。ツインテールとかさ、ポニーテールとかいろいろしたい。おは、あうよう、う、おうさあんってなにそれ。な <laughs> にそれ。三つ編み可愛い、ありがとう。三つ編み、おさげです。これおさげって言うよね。こ、ここで三つ編みはおさげじゃない。ここはおさげって言う。おはよう、おはよう。 スケジュールまだだけどもうちょい左にあもうちょい左にいやリーナの肩で隠れてたねもうちょい左ってことはあここいいんじゃないかぶんない気がする気がするおいいじゃんいいじゃんでもリーナのコメントで隠れちゃうそれは大丈夫 ?5 時半はいやってそうなんかねめっちゃ早く起きちゃったなんかあんま寝れなくて。 おはよう。ワンちゃんと散歩かと思いきやカイロでしたか。<laughs> そう、ちょっとカイロ代わりに <laughs> 使わせていただいてます。ワンちゃん。同類そうだよ。同じでしたね。おはりーぼランドセル似合いそう。<laughs> ランドセルね。<laughs> 確かに。<laughs> 幼い髪型だよね、お下げって。学生って感じじゃないかわいい、ありがとう。 ワンちゃんは何番目の兄弟ですか6番目ですね <laughs> 一番下の妹ですねこの子はうさぎちゃんの方は弟ですねリーちゃんはいらアルバイト行ってきたおお疲れ様。お疲れ様じゃあリいは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 いそい犬は名はあるのかなえいはい決めてなかったんだけど、えー かわい,いなえ、名前 <laughs> 名前絶対今作ったところでまた忘れちゃうよ名前かもうワンちゃんでいいです <laughs> 絶対忘れちゃうメール来てるけどまだ読んでないあ来てたよかったフフフリナさんと同じ部類に慣れて幸せです それは良かったおさげは可愛い,いよーおおありがとうあバラありがとうございますぜひあのイベントの時とかに投げてくださるとねとてもとてもより一層嬉しいですありがとうございます高速三つ編みできますかどれくらいが高速なのかが分かんない三つ編み自体は別に自分でやるからいいんだけどまあ30秒以内にはできるよ あとめちゃくちゃ鼻すすってんですけど花粉症なんであんま気にしなくて大丈夫ですマジで可愛いありがとうありがとう三つ編みは編み込み派これ編み込みしてないけど編み込みできないんだよね <laughs> やったことがないというかチャレンジしようとも思ってないなんか難しそうで仕事で運転中だからあまりコメントできないごめん全然大丈夫運転中にコメントされてもね危ないから <laughs> 声だけで癒されてくださいオンリーワンオンリーワンおはようございますおはようございますえ一昨日、うちは作る言ってたやん気づかなかったかごめん気づかなかったえ嬉しいえ席はどこなのちなみにちゃ, <laughs> ちゃんと見るわリーナちゃんと見るわおさげって言うけどおあげって言わないで何、おあげってえこ,ここはおあげなの あ、確かにそういうことお下げだからあそういうこと下げ,下げてあるもんね <laughs> どうなんだろうねお上げはもうこれじゃない上がってるからこれ下がってるから <laughs> リーナは可愛いありがとう紅茶ありがとうございます短く言うと「おはようさんほりほりほしいんとってほしいほしいおはようおはよう」おはよう おはよう,うわあし会えるか会えるのか忘れてた無理楽しい待って無理ってえ当たったどこ席どこでも言ってた、ね、なんかアイリーナが何とか何とかみたいな <laughs> バラありがとうバラ綺麗なバラ朝からありがとうございますバラありがとう <laughs> めっちゃ掃除機かけてんだけど <laughs> 俺の可愛いのおはようおはようだいぶ後ろ見やすくなったね見える 遠いちょっとまあでも割と限界かな全部リーナも写してこの子たちも写してってやってると割とこのねうし、えー、この文字の小ささが限界かもしれん昨日キャピさんの『2分解 MC』でリーナちゃんの名前が登場してたねってごめんまだ見てないんだリーナ <laughs> また見ときます でも最近みんなね日本海 MC するときねクイズしかしてない <laughs> キャッピー以外大体クイズじゃない夜は子供寝かすから配信できなかったのそうなのよごめんね <laughs> そう弟が寝る時間だからさリーナの声うるさいから <laughs> 少なからずともさ聞こえるやんそうするとさ気がちって全然寝ないからさママも困るんで <laughs> あんまり遅い8時ぐらいに、まあんまり19時以上の時間帯に配信はしないから朝からバッキバキにメイクバッチリ本当リップとこれしかあげてないけどリップとまつげしかあげてないけどりちゃん幼くするのに合い本当だってまだ子供だもんだって 幼くするのというか幼いんだもんもともとおはようおはようかわいいありがとう女の子多発するリーナシャン一家ってああ <laughs> そういうことね女の子がもう一人増えました利犬利犬あこの子利ンって名前じゃあうさちゃんの方はリュウサギ <laughs> 変な名前じゃんサギとかめちゃくちゃ見にくいやんサギ <laughs> 利権はまだ読みやすいかもしれないバラありがとうバラ <laughs> ぜひイベントの時とかにねバラとか貯めといてくださるとより一層嬉しいです応援よろしくお願いします後ろの髪綺麗になってるそう綺麗になってる割とこっちはなんかいい感じにまとめれた感あるけどねリーナの中で ワンちゃんそうもう,もうワンちゃんって名前でいいです <laughs> もうワンちゃんですリーナ組ですありがとう研究生だとアンダーで出た時にチームで同じ髪型することがあれば変えれるけどえそうなのじゃあツインテールの日でメンバーの皆さんみんなツインテールしてますってなったら変えれるのえそうなの知らないんだけど <laughs> 知らないんだけどイベントで星人生投げます 星人生投げる星と人生を投げるってこと <laughs> 人生は投げないでよ今日はコメント読んでもらえて嬉しいよごめんね読めない時もあるんですよ <laughs> ごめんね今年は花粉症多いらしいそうなんか今年の10年間の中で今年の10年間今までの10年間の中で一番花粉が多い時期らしい時期多い年らしいもうやばいです え思ったらめっちゃ花粉症じゃんとそうなのしかもね春とかになるともっとやばいリーナは花粉症が一応薬飲んでんだけどまつ毛も三つ編みしてそれはできませんそんな長さないです自己紹介してはいはい SKE48 自衛研究生のリーちゃんこと杉本リーナですえー、14歳の9月2十日生まれ大型乙女座ネズミ年ですでもワンちゃんと うさちゃんが大好きです最近はワンちゃんだとうーん、ティーカッププードルっていうことをトイプードルに惚れてます <laughs> あとうさちゃんだとホーランドロップっていうかわいいタレミムうさちゃんがいるんですけどまあ、まあ、こんな感じですねこの子はワンちゃんなんですけどみたいな子が好きです えー、超10代さんのイベントに2月13日から2月17日までの期間予選2で、えー、参加させていただきますこの3つの時間帯で配信をしますので是非見に来て星とか星3周とかしてコメントとかもして応援してくださると嬉しいですよろしくお願いしますフォローもよろしくお願いします朝から 今日の私服はオーバーオーーーバルですかそうあのー、お試しのさトーク会の時に着たやつ覚えてるかなお試しのトーク会の時に着たやつなんだけどオーバーオールのなんかジーパン生地みたいなやつ <laughs> ですオーバーオールっていう下はスカート のお姉さんま方に編み込みしてもらおう誰ならできそうだろうくるみんくるみんできそうじゃない編み込み「席は見つかるとあまり良くないので」っていや見つけるからね <laughs> ねやめてよよくないじゃなくてよく見つかるといいなっていう感じの応援の仕方をしてください お願いね見つけるからね絶対におはようおはようオンリワン初訪問の方が初見さんこんにちはぜひフォローよろしくお願いしますおはよう見えてるよ見えてるよありがとう <laughs> いつものとこリナに会ってから時間がないのはお渡し会間に合えばアイリーナやん いつも言ってるよね <laughs>。いつもんとかね。あれ何？なんかさ、いつもんとこに何女性が多い時と多くない時があるんだけどさ、どういうさ画質よくしてると見えるから大丈夫？何が？あこれ？あそういうこと？え画質よくするとかできるの？えそうなんだ。 まあ見えるなら大丈夫ですそんなきょぴさんも昨日はクイズしてましたそうなのそこでりなちゃんの名前お名前出してえ見てない見なきゃねきょぴさんもついにクイズで参りましたか <laughs> 優しいやんってね来週は6時半に起きないとそうですよ皆さんいや6時半に起きてちゃ間に合わないんだよな <laughs> 6, 6時ぐらいに起きるのがちょうどいいんじゃないかな まあ、ぜひ見てくださると嬉しいです僕のママでもあるから僕も寝かせてほしいって <laughs> 確かにママではある遠距離ママ遠距離ママしてます <laughs> オンリーワンオンリーワンおはよう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  <laughs> 精神年齢が若いと言いながら子供だもんと使い分けるリーたちゃん <laughs> 賢いって <laughs> い精神年齢は高いけどさいや高いと思うよ思うけど 子供だもん使い分けるというか本当に子供だもん <laughs> 先進年齢高くても年齢は子供なんだもんだからもう使い分けるというかそのまんまですよ理由さとか <laughs> ってんで理をつけたがる理はなくてもいいです理あちゃんになら人生投げてもいい本当本当なのに席は見つかるとやばい大丈夫 花粉多いって言ってる気がする増え続けてるのかなええー、増えられると増えられるで困るけど <laughs> 今のうちに4倍速米読みしておこうなんであああのー、13日からに備えて <laughs> あ待ってちょっと注意事項があります13日はイベントが17時からなので17時から20時までぶっ通しでやりますあでもぶっ通しって言いながら1時間ずつで1分ぐらい。 一旦切ってすぐ始めるみたいな感じなので、ちょっとそこだけよろしくお願いします。ね、13日だけちょっと変則なんでぶっ通しって思っとけば大丈夫です。<laughs> ぜひ見てね。おは,おはよう。おはよう。番組の小屋ね。いつもは言ってるね。そうですよ。そろ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 リーナちゃんって呼んでくれるといいな。<laughs> そろそろね番組の子離れをしてほしいですね。 春がが来るるるのが怖すぎる目かゆすぎぎ目かてて一生泣いてるなんかねリナ花粉症でもさ目かゆくならないのよ鼻水出るだけ目がかゆくならないからまだまだ目は大丈夫安全です花粉症じゃないから辛さ共有できなくてすいませんいいないやリナもねもともとは花粉症じゃなかったからさ辛さ分かんなかったけどちょっと分かりました <laughs> 今日は土曜日、お出かけ嬉しいなポーズ、あ、もう先にスクショタイム。<laughs> え、お出かけ嬉しいなポーズ、別にお出かけしようとも思ってないけど。え。うん、う,ん,うん,ん、うん、うん。うん、うん、うん、オッケー、いい感じじゃない。取れた、みんな、取ってくれた。以前、りなちゃんが自分の名前。のことを、花粉の人ですって言ってたのを思い出した <laughs>。そうだよ。 くるみんは森のくるみんじゃんリナも花粉の花粉の杉本です <laughs> あゆきさんは空気洗浄機と R1 で乗り切ってるえっ R1 って聞くのあれ空気洗浄機は大事よねうさぎの種類何も知らなくて時が止まったカタカナ難しすぎる <laughs> ホーランドロップっていうかわいい子がいるんですよねオンリーワンめちゃくちゃ覚えている覚えてるよおはりな 金金オア夜,勤あ夜勤オアープラスお久しぶりじゃん夜勤あ夜勤終わったお疲れお久しぶり確かにお久しぶりかもしれんジャンスカっていうのかな何ジャンスカってお試しの特会ってあるのかそうあったんだよね一番最初のうん1時間だっけあれ30分だっけなお試し特会みたいなのがあったんですよ 明日のためにチャラい服し、ま、島村で買ってこないと島村のチャラい服着れる <laughs> 島村ってチャラい服あるのかななんか優しい感じの服のイメージしかないけど初見です今月はああ今月はねもうそれは初見じゃないですね初めて見たまあ確かに今月は初見ですね予選通過頑張ろうね。できる限り支援したいお願いします頑張りますだいぶ不安なんですけど で <laughs> 本当にちょっと不安な気持ちもあるんですけど、まあ、楽しんで配信できたらいいなと思います女性ペア,ペア枠多いとか少ないとかは申し込んだ人がいるかいないか来たか来なかったかあそういうことじゃあ来ない時はやっぱりいないってことねまあ当たり前だけど <laughs> 朝配信のためにメイクするのメイクって言ってもさえりなでもいつもさリップ塗ってさまつげ上げるのはいつもやってるよ お話し会でも大行列ができたら4倍速になるのかないやなると思いますよもう最後の最後にね捨て星あるからもっと早く起きてなきゃいけないのよあ捨て星あったら早く起きなきゃいけないんだじゃあ何時ぐらい6時ぐらいえ6時ぐらいって早くない6時半絶賛お仕事中えマジ <laughs> それはちょっとね悲しいですけど リーちゃんおはよう三つ編みが可愛いありがとうあんましないからね三つ編み特別ですよおはよう自己紹介してはい s k 4 8 1 1研究生のりーちゃんこと杉本リーなです14歳の中学2年生次は中学3年生の受験生になりますえっ、ー、と好きな食べ物は唐揚げごま団子かり,かりんとうまんじゅうまあ他にもたくさんあるんですけどお肉が特に大好きです 今日はおさげうんこれ3位,3位なんですけどうさぎとワンちゃんが大好きですなのでつ,ついてますうさ耳とワン,ワンちゃんあの13日から17日まで超10代さんのショールームイベントに参加させていただきます、えー、この3つの時間で配信するんですけど 13日だけはちょっと変則で17時から20時までぶっちゃけぶっちゃけでもないなのぶっ通しでやると思っていただけると嬉しいですぜひフォローよろしくお願いします応援もよろしくお願いします頑張りーなそういえば昨日ハッシュタグ決めたんだよねでも結局決まってないね超重大のイベント超重大じゃないんだよな 超10代、あのー、何十代とかの10代です超ははい超10代まあ確かに超10代ではあるリナにとってねおはよう13日あす晩ご飯抜きかって <laughs> 確かにそうなるね <laughs> ご飯配信するでもそうするとさリナ静かになるからさあんまよくないかな静かになるのあんま好きじゃない 彼のコンサーート申し込みするねねあれだよ、ね、リーナ達なんか何だっけオープニングアクトに出させていただくんですけどじゃあもう何多分ハルコンのどこかに来ればリーナたちと会えますね <laughs> 13日了解ですありがとう了解朝ごはん食べた食べた何だっけな何食べたっけあカレーだカレー食べました カレーがあったんだね家に <laughs> 誕生日ニコニコしながら押しみることにするって <laughs> ニコニコしといてワンコ抱きながら鼻ジュルジュルしつつ <laughs> 配信してるりなちゃんかわいかわちかわちですね <laughs> ごめんね鼻ジュルジュルしてます私 <laughs> 指ハートああれスクショ <laughs> あいいやうん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 ふん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  オッケーおはようおはよう今日は休日出勤休日出勤ってなんだあ休日に出勤することかな休日出勤やだね <laughs> 頑張れ今日もかわちいリりーちゃんポーズ今日もかわちいリりーちゃんポーズえちょっとこの子使いたいな <laughs> うんうん うん、うん。うん、うん、うん、うん。うん、うん、うん、うん。この子のスクショタイム。大事です。花粉の妖精、そうですね。<laughs> そうですね。めっちゃ鼻ずるずるするやん。ごめんね。花粉症なんです。倍速になると、半分スクショ失敗するからね。そうだよね。 <laughs> ですよね。十三日仕事残量残業あるから十九時参加になります。時間ないから人間人生投げだけします。寂しがれないで、ね、え？あそういうこと？あそういうことね。十九時え残業残業あるって決まってるんだ。なんか珍しくない残業あるの決まってる会社。わかんないけど。 今日残業やってないとか、そんな感じ。<laughs> え、そうなんだ。わかりました。いや寂しがるよ。寂しがります。<laughs> おつわりーちゃん、おつりーちゃんかな。おつ。新井由紀さんが。おすすめするものに外れなし、知らんけど。え、そうなの。いいんだ。ショールーム運営してる人が広い花粉症だから。杉の野元を。 星にしてるのかな <laughs> そうかもね杉のもとなんで <laughs> お試しとくかいりーちゃんいたわ懐かしい懐かしいねいつ6月とかじゃなかったっけ懐かしい <laughs> 今56分かりーないつ始めたっけ15分に始めたあれ本当嘘あれ何分に始めたっけりーな8時半 いつ始めたっけえ待って。10? え <laughs> 混乱混乱。いつ始めたっけリーナ。8時半。半か半だよね、きっと。意外ともう30分経っちゃったんだ。早いね、時間って。そのオーバーオールのスカートの名前がジャンスカだと思うって話。あそういうことジャンスカってなんやろうって思ってた。え、ジャンスカって読むんだ。ジャン,ジャンバースカートみたいな。そういうんだ。 乳酸菌から星になってる乳酸菌の摂取をすることで免疫バランスを整え花粉症予防を花粉症の症状緩和に期待できるえー、そうなんだまあ普通にリーナは薬を飲みますあざあざ独走してるんだよねすごい本当に尊敬しかない <laughs> 尊敬しかないです学校リップまつ毛上げは大丈夫なんだいや大丈夫じゃないですよ <laughs> 学校は本当にもう何もしてないんですけどまあ保湿だけみたいな保湿と日焼け止めだけなんですけどあの家帰ってからいつもやってますリップとまつげ上げだから学校は大丈夫じゃないです <laughs> いちいちやってます家で SKE メンバー全員予選通過しますように最大目標ねちょっとそれは本当にお願いしたい <laughs> お願いしたいってお願いですねリーナの。 頑張りますそうくるみ今みんなで突破したいですね何人いるっけ確か予選2はあれだよね予選2が七人で多分一も七人だった気がする七人の中七分の三 <laughs>？7分の3で 予選進めます決勝に進めますね頑張りますお試しトークで毎度思い出させる思い出される小ジカってディー,ー全く覚えてないんだけどどんな小ジカだった種類種類的に <laughs> わ全く覚えてないんだよねなんかもう忘れちゃったトーク会って言えば小ジカのイメージがなくなったからさ 6時半出勤中あ六6時半出勤中早くないめっちゃ6時半なのじゃあまず、あ、是電車の中で見てください <laughs> 愛が見つからないがっりーちゃんの愛はありますよここに、うんというかここに画面にあるんですけど見つかりません隠れ すごい嬉しそうに休憩時間にピーチ味の飴をえピーチピーチ味の飴？何それえ休憩時間にピーチ星報告されたえ何それえ何えリーナがやったそういえばキャッチフレーズって考え中いや全然考えてって言われてない。 前決めたんだけど覚えてないですね髪も丸まってきてるやんっていやこれなんかねもともとこんな感じ形が <laughs> 無料ギフト貯めてありますありがとうみんなもぜひ貯めておいてください「ハッシュタグイベントがんばりなハッシ,ュタグショールームがんばりな」あそんな感じだったね、まあ、正直いいと思ったのが「ハッシュタグ #SR イベントがんばりな」がいいと思いました <laughs> どれ選んでも出るって何が何どれ選んでも出るってオープニングアクトはマジで「アイリーナ案件」って <laughs> まあ絶対出るもんねなんで十1だけ、まあそれは十1十1というかリーナもまだ未熟なので <laughs> そうですね、まあ、そんな欲張りは言えませんね <laughs> カレーだけにカレー,ーカレー,ーねカレーだけにカ <laughs> カレーカレ,ーカレーってなんかだいぶね真逆の言葉っぽいけど朝カレーさすがですさすがなの5月の東京は11期はお泊まりかな確かにずっとだもんねリナだちお泊まりかなでもリナオープニングアクトって何するか知らないんだけどさオープニングアクトって何する え何い最初の3曲とかそういう感じその代わり亀戸籍当たったら可愛いいりーちゃんめっちゃ撮るねありがとう最初だけだけどその最初を狙って <laughs> 撮ってください僕のママポーズママってなんか優しいイメージじゃんうん僕のママむずあれかな,なんかさママといえば何主婦って感じじゃん 主婦と言えば。うん、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 あの。うん、うん、うん。オッケー、僕のママだからね、これ。<laughs> やった、おお、いいじゃん。いいじゃん。出勤とは本来休みの日に。お仕事をすること、え、そういうことなの。やだ。本来休みなのに。 本来なら仕事が休みの日に仕事に出ること休日手当が出るとか出ないとかえ出なかったら嫌じゃないめっちゃ <laughs> 初見さんサラリーマンは週週休週の休み ?2 日制えじゃあ学生と同じか <laughs> きついねじゃあもう何高校とか大学とか卒業してさサラリーマンになってもさ 結局、学生と同じような生活を送らなきゃいけないってこと場合によっては8倍速リーチャン八8倍速は大丈夫かな毎日残業がデフォデフォってなんて言うんだな、なんだ、デフォって。デフォで、週1回、の残業でみたいなしんどい会社もある。あ、そういうことえ、毎日残業とか。やだ。それも残業じゃなくてさ、 その残業の時間を定時にしてるようなもんじゃない8時半開始あ8時半ねやっぱ8時半かありがとう仕事が忙しい時は何も言われなくても空気感が残業するシリーズに入ってるってまあ空気をちゃんと読んでるんですね <laughs> えー、やだなえ残業した分のお給料は出るの <laughs> 出なかったらだいぶブラックだと思うけど杉本里奈ちゃん独占って <laughs> 独占独占って言っても結構たくさん人見てくれてるけど逆に農産業デーもある会社会社もある残業するのが普通になってない農産業デーって6月18日が名古屋ガールズフェスティバルで6月19日が幕張でお試しトーク 方もいけて幸せだったらエモすぎってめっちゃエモい <laughs> そっか前日だったもんね名古屋が懐かしい <laughs> イベントは一日3回までいや3回までというかなんかね3時間まで3時間までって感じ3回までとは言われてないパパのためにりいちゃん可愛くするのねって かわいい無料ギフトもイベントの対象になるので皆さんチャレンジから受け取るのを忘れずにぜひ受け取ってくださいあと SMS 認証してないと反映されないのでぜひ是非というか SMS 認証してくれるとうれしいですいいじゃんお疲れ 割とさあな七7人家族だからさ洗濯さめっちゃ多いのよ干 <laughs> すのめっちゃ大変なんだよね可愛くお願いと言ってお願いって <laughs> そっちもお願いねえー、かわくお願い可愛くお願い,おいかわいい可愛い,い <laughs> メイクもこまめにしてメイク技術も上げていきたいね。まあメイクは割と何 手順とかは知ってるんだけどあんまりねメイク用品そんなさなにたくさんなんかいいって言われたやつをつえ何レビューが良かったりするやつを使ってなんか自分のメイクはこれを使ってこれを使ってって決まってるの今日はこれにしようかなとかじゃなくてだからいろいろ試したいけどね。 苦戦できるようにちょっとで皆さんにも協力してほしいです足が星してたのでは星してた適当ってで星になってるか適当も分かんないわブリトーの商品のサイン色紙が当たりますよねサイン色紙が欲しいのみんなくるみんりーちゃん以外の参加メンバーにもよりよねまあ結局ねよりよね「ハッシュタグ決めた決めました」さっきのでいいよね ハッシュタグ「#SR、ね」大文字でね大文字で「SR」あちょっとえー、まあ、いいや13日からはちょっとテロップにそれ書くんですけど「ハッシュタグ #SR イベントガンバリーナで」でガンバリーナはガンバが漢字でリーナは全部何大文字大文字じゃないけど <laughs> あのでかいでかいイでお願いします <laughs> りーちゃんはランウェイランウェイ小鹿で歩くのかって小鹿で歩くでも多分そうなると思うよ絶対緊張するじゃんねファミリーのニューイヤーカードが当たったのでブリトーの商品も期待してるああれねバレンタイン何だっけバレンタインくじくじプラさんのなんかバレンタインくじみたいなやつだよねあれ一回ね550円で引けますので皆さんぜひ試してみてください めちゃ良くないリナめちゃくちゃ普通にさ A 賞のさメッセージカード付きメッセージボイス付きぬいぐるみめちゃくちゃ欲しいんだけど <laughs> めちゃくちゃ欲しいんだけどあれぬいぐるみってだけでもう何可愛いのかたまりちゃんそれにさメンバーの方のサインサインじゃないわメッセージとさ直筆ね直筆メッセージとボイスがついてんのやばすぎない <laughs> めちゃくちゃ欲しいんだけど イベント配信も緊張して小時間になったりしてっていや緊張するよりなでも小時間ぐらいにはなんないかなでもファンの方が前に何もう画面外じゃなくて前にもうねいたらめちゃくちゃ緊張するけどそうだねまあ少しは緊張しますこんなにキャッチフレーズしないき珍しいね何 <laughs> も言われないのよ ちゃん乙女ですよ「ですよハッシュタグ #SR イベント頑張りーなーで仮決定しておくかそれに決定でお願いします朝からりーなちゃんめっちゃかわいいありがとうありがとう <laughs> バラありがとうおばあちゃん前におばあちゃん前に何曲か披露するパターンえおばあちゃん前に披露するんだ <laughs> そうなんだ12日最善おお最善ってことは DMM で見るってことだよね確かこの前そうやって教えてもらった気がする <laughs> ありがとう <laughs> 水平リーナは僕のわって <laughs> それはもうカホさんですダメだよリーナがカホさんのやつをパクっちゃオープニングアクト11期でショートコント <laughs> ショートコント <laughs> 確かに まあでも、ボケが、ボケが一人しかいない <laughs>。ボケがサックしかいない <laughs>。スタートダッシュ成功すれば1位は確実に取れるから、イベント頑張ろう。そうだね。確かに。スタートダッシュめちゃくちゃ大事だよね。だからこそ13日ぜひ、ぜひというかもう来てください <laughs>。顔出しでもだけでもしていただけると嬉しいです。まあ一番嬉しいのが、やっぱり、 初見さんとかでもルームに入ってお客さんとかもしてカウントして星をね参集してくださるととても嬉しいです頑張りましょう <laughs> もう本当に緊張するありがとうありがとうオープニングアクトは通常はコントですえそうなのえ本当なの何ネタみたいな感じで言ってたわけじゃなくて あ本当にコントなのえマジえじゃあサックとかがなんかボケてそれ違うみたいなえ <laughs> そ,そんな感じオ,オープニングアクトってえそうなのお笑い芸人みたいな知らなかったんだけど <laughs> えそうなんだえなんか楽しみそんなのねアイドルでやるとは思ってなかったよね ご飯いつもリーナちゃんが作ってるイメージうん大体いつもリーナです <laughs> シアターの女神公園みたいにあシアターの女神公園ねみたいに最初に研究生がロマンスかロマンスかくれんぼを歌うみたいなのがオープニングアウトアクトあオープニングアウトあれアウトだっけオープニングアクトだと思ってたアウトがえそうなんだ えー、そうなんだ <laughs> じゃあえ10だけでパフォーマンスするってことかな楽しみですねまあアクトアクトじゃないオープニングアウトがやっぱり大事だよね一番最初だからこのイベントもそうだしさ公演とかもさ最初がやっぱり大事だよね盛り上げ盛り上げる出るのって一番最初じゃん最初が一番大事だよね 昔は学生も会社員も土日はやす土曜日は休みじゃなかったんだけどねそうなのえ学生もやだえでも昔はその代わりに1日6時間とかじゃなくて1日4時間とかだったってことはないないえ学校も時間割が6時間で土曜日もあるみたいなえそれはきつすぎない 社会人になったら夏休みは1ヶ月はカットされるやだまあ社会人になってもリーダ多分アイドルやってるんでま一、あ、1, 1ヶ月はカットされないかな <laughs> 会社によっては月に数回土曜日出勤あるところもええ土曜日出勤する代わりに月曜日行かなくていいよとかはないの残業代のない会社もあるえやだやだ <laughs> やだ 残業した分で、李ちゃんの東海。通うから待ってて、二回になりますって、二回。<laughs> ええー。あ、でも、良かったね。ちゃんと出るんだ。出ない会社やってる人いる。割とかわいそう。お疲れ様です。いつも。<laughs> スケジュールに捨て星の時間書いたらどうかな。 捨て星いつやるか分かってない <laughs> 把握してないんですけど世の中星はたくさんある残業家の星って何だろうブラック企業 <laughs> 8人目の家族になりたいですえ8人目この子ですよ <laughs> この子の座を奪わないでください <laughs> オープニングアクトあやっぱりアクトアウトじゃないやっぱりアクトで合ってた オープニングアクトは大切な役割そのコンサートを盛り上げるためにパフォーマンスが必要あだよねリーナがさっき言ったような感じだよねフォローフォローありがとうございます嬉しい嬉しいおさぎリーナはねあんまり見れないので目に焼きつけといてください目が痛いとか言わないでよ目に焼きつけたせいでリーちゃん家事と学校と SK 両立って本当に頑張ってるねありがとうございます初見さんおはようおはようぜひフォローしてくださると嬉しいです おは,ようはああかわち <laughs> ありがとう <laughs> 確かに家族多いと洗濯物も洗い物も多くなるそうまあ洗い物はねみんな自分でやってるからいいんだけど <laughs> かわいいありがとうニナちゃんおはよう三つ編みかわいいかわいいありがとう三つ編みどう <laughs> 新鮮でしょうあんましないからフォローありがとうございます7人家族はすごい僕の家は減るだけだからなって。 兄ちゃん結婚してって <laughs> 20歳過ぎたらいいですよ18歳からできるけどまリーナは20歳にしときますもばめに変身できるのかなえどういうことモバめに変身はできますよ桜花さんに聞いたら桜花さんみたいな顔になれるのでは <laughs> 確かに <laughs> いやなれないよ確かにじゃないんだよやっぱ元が違いますよね 社会人は夏休休みみとか長いいがないえそうなのえ冬休みとかもないってことやだ <laughs> やだ <laughs> 昨日の研究生 MC の時きょっぴだいぶ緊張して噛んでたけどやっぱり緊張するうん <laughs> マジでどの公演よりもどの公演って言ってもウィーアーしか出たことないんだけど <laughs> あの公演とかコンサートよりも何倍も緊張します日本海 m c 一人だけに。 集まるし、ね、視線があとねうんあの「いまきもめっちゃ緊張する割とリーナ多分さ多分っていうか歌ってる時さ「今君声震えてんだけど <laughs> あと何緊張でたまに音程おかしくなってるし「今君とかもさ何一人だけで歌ってるわけじゃんだからやっぱり緊張するし「二分間 MC」はもう別格です めちゃくちゃ緊張します。それ、ブリトーはサイン、サイン色紙委託。えそうなんだ。<laughs> ハッシュタグ SP。SP はダメだよ。スペシャルイベントじゃないからね。ショールームですよ。SR でお願いします。SR イベント頑張りなーでお願いします。みんな合ってますよ。合ってます。あ、倒してた。<laughs> ハッシュタグショールーム SR イベント頑張りなーか。って。なんで笑ってんの なんで笑ってんのいいでしょ。しけんさんおは,おはよう、おはよう。はよう。複数のアカウントを使っての応援は減点対象となるので、絶対にお願いしお、おやめください。それは本当にお願いします。複数はちょっとやめてください。気持ちはすごい嬉しいんですけど。栄翔とか当たるわけがないって。いや、当たってる方いましたよ。ハッシュタグ、SR 杉本里奈がんばり。確かに。確かに、リーナの。 リーナの何頭文字取ったら S R じゃん確かになんか杉本リーナ頑張りなみたいな感じだねまあそれでもいいんじゃない <laughs> まあ実際そうだしリー,ナリーナ頑張るし <laughs> 確かにどっちの読み取り方でも別にいいですねくじ運悪すぎてじゃあリーナの運を吸い取ってください <laughs> リーナ勝ち守り持ってるからね SR とは杉本リーナのことであるね思った全く気付かなかった 会社最寄り駅ついた休日出勤に行っがんばれがんばれリーナパワーできっとがんばれるはずクジ <laughs> プラで当たったコンサート生時期はもう取ったかなコンサート生時期いや多分取とったと思うよ <laughs> コンサートもう終わってるんで SR スーパーアリーナってスーパーアリーナなんかスーパーアリーナっていうのなんかスーパーアリーナみたいに聞こえちゃうな 人生一度は劇場最善とか当たってみたいえ当たったことないのな何回ぐらい劇場行ってんのどれくらいの確率で当たるんだろうねえリりーちゃんではっていやりーちゃんじゃないですよかほさんりーちゃんりーなちゃんからかほさん聞けてなんか嬉しいいつか通所待ってるってえでもりーな通所この前撮ってもらったんだよね実は可愛かったのでかほさんが、まあ、いつも可愛いいんですけど撮ってもらいました またもおばめとかに送りますりーちゃんのことは里香保さんに紹介してある紹介しちゃうの変なふうに紹介しないでよただの子供ですとかやめてよおはようおはよう全然踊ることもある <laughs> だよねだよねそんなねお笑いコントみたいなのしないよね <laughs> 杉本ちゃん毎度邪魔すんで邪魔はしないでくださいえそうなライブのオープニングアクトって 普通に歌って踊るよねねらしいですね <laughs> コントって言ってたからさなんか <laughs> 誰かがボケてツッコミみたいな感じだと思ってたですよねやっぱり <laughs> オープニングアクト 1, 1, 1曲か3曲ぐらい披露あるかにゃうん多分そうだと思うな踊りだした会場の警務員がメンバーだったこともありますえ <laughs> 面白いえそんなことあるの 会場のの警備員の役目を普通に果たすってことだよねメンバーの方がえめっちゃ嬉しくないそんな身近で見れるの全員でサックを突っ込むのかそうね <laughs> オープニングアクトだっただよねびっくりした11期の未完全 TV の放送まだねそうなのまだなんですよでまだ撮ってもいないので <laughs> まだスペシャルは後ですね何やるかも知らないまずは会場を温める 意味もあるからねだよね最初大事だもんねめちゃくちゃ11期生はオープニングアクトとアンコール後ぐらいに出演アンコール後もやるのかなわかんないけど <laughs> はい僕の時代土曜日学校にしたえー、土曜日学校やだな土曜日とえだって金曜日のさ最後がめちゃくちゃ楽しみな理由って土曜日日曜日休めるからだよ土曜日は午前中だけで牛乳だけ飲んで帰ってた ええでも午前中だけだったらまだって感じだけどそんなこともないかなだってもともとないはずの土曜日だもんねえないはずの土曜日の学校だもんねドビス土曜日3時間の時代でしたあ3時間もやだよな3時間も増えるってことですよもともとゼロなものがでも土曜日半日でもじゃないんだよなちょ,ちょっと飛ばすねだいぶ時間がやばいかもしれない ちなみにロマンスかくれんぼはバラードのソロ曲振り付けはかわいいえ見てみます、まあ、名前からかわいいもんなんかロマンスってロマンス洗濯みんながしてる洗濯機7台あるのいやでかいのが1台ありますね残業代なしはりーちゃんが居眠り居残り授業で成績上がらないのと同じ居残り授業してません <laughs> そんな悪い子じゃないですりな20歳はまだ現役アイドルやろうがいって確かに えー、結婚できるのズルるいってみんなとしてあげますよ20歳超えたら阻止の時代は終わりになりますね社会人はゴールデンウィークで平日休みがあるのが唯一の特権えー、確かにでもゴールデンウィークは休日あの学生も休みなんだよなりーちゃん2分間 MC 見たくてフェス公演入ったの懐かしいってえー、1回入ってたよねびっくりしたしかも結構前だったし 違うよ僕がごじ,かごじったからあっごじったから笑ってたのね <laughs> 今日は土曜日だから結婚しようそれはないですね土曜日だから結婚はないですね松村部って曲は初披露がライブの前座前座ってなんだ熱田神宮の勝ち守り欲しいな結構聞いてると思ってます <laughs> 勝手にそういうの信じる人なので <laughs> ゆうねちゃん公演よく最善になります愛があるからごめんってリーナは マジ送って送ってカホさんにもツーショット送ってって言っとこうって <laughs> 撮ってくいただきました11期も鉄菜の出演決まったねそう頑張ってほしいですねちなみに昔は地下鉄東山線に土曜日ダイヤというのがあったどういうことどういう意味なんだ亀戸石当たったらりぃちゃんたくさん撮りたいな撮ってねたくさん可愛い,いのを撮っては判明は禁止ですりぃちゃんとアンズとくるみのウィ,ンウィンビルドンみたいってウィンブルドンか ほとんどあれですすねね超重大メンバーでで、ね、ちゃんだけあれ里川さんとのトーク中にりーちゃんが手を振るから見つかって説明させられたんだよ <laughs> そういうことね <laughs> 土曜日学校は午前授業して昼はカラオケ行ってた DK 時代大学生 DK ってえー、そうなんだいいじゃんでも昼カラオケいいねそのままね 朗報リーナさん20歳になると素子の時代終わるって朗報なの粗史喜んでる方いらっしゃいますけどオープニングアクトを日本語で言うと前座あそういうこと当時は6期生が研究生だったからその頃の「ロマンスかくれんぼ」の動画が検索されてくるかもえ見たい <laughs> 怒りなポーズうん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 ,ん怒りなのにめちゃくちゃ笑ってるっていうリータンゴロ6誰か作りましょうそんなないですよおはようおはよう 阻止されるから結婚したいんやわかるこの気持ちわかりません <laughs> 結婚はリーナな丸してほしいですね阻止の時代が終わったこの配信はりなちゃんの変化がいや20歳になったんですよ今日から終わってるわけじゃないですよりちゃん20歳になるまで何とか生きて結婚してもらってからあの世へ行くとするが悲しいこと言わんで、ね、東山線に土日土曜日ダイヤ学校が完全週休,休2日になるまで存在したあそういうこと学生のためってこと コーヒーを飲みますかコーヒーヒね、前まで飲んでたから最近はあんまり飲んでない。強制につくのよ。<laughs> それが嫌なんだよね。りーちゃんの笑顔は癒されるからな。ありがとう。ありがとう。リーなは基本的に笑顔です。<laughs> 怒りのなしてても笑顔だから。 三つ編みかわいいありがとう阻止なくなると寂しいないやわかんないよしてって言われたらしますわじゃあ今日はちょっとここら辺で配信終わります最後まで見ていただきありがとうございました明日は「We a r e g ン o アッ i n g u p 公演なので多分配信はしないんですけど一日休んだらもうね長十代さんのイベントが始まりますえー、ぜひ初日はねちょっとあの規則がなくて不規則で初日は17時から まあぶっ通しで20時までやるので是非応援していただけると嬉しいです初日とっても大事だと思うので是非、まあ、見に来て星投げとかコメントとか拡散とかしていただけると嬉しいですよろしくお願いします本当にちょっと頑張ります頑張りますデレデレリーナポーズえないです <laughs> デレデレってなんだじゃあミレイさんのサイリウム振っても笑顔なんだ赤メールにいや分かんないよ 悪魔の微笑みかもしれんコメント追いついたねごめんねめっちゃ飛ばしましたいいよこの予行練習になったかな確かにね明日のために全て頑張る <laughs> 頑張ってそうだね明日会えるからね朝イジありがとうこちらこそ朝なの,のに見ていただきありがとうございました明日見に行きます振ってね赤,赤ピンク白探すから阻止しないリーナちゃんなんて安んかって <laughs> 安んになる配信ありがとうこちらこそリーナアルコールアルコールじゃなかった アンコール時間に出る、出るかも怪しい年なのに結婚の話なんか <laughs>、確かに <laughs>。お疲れ様、明日の公演楽しんで楽しみます。りーちゃん、配信ありがとね。こちらこそ、ウォーミングアップ完了。ウォーミングアップしてたの今日。ショールームイベント頑張りな、頑張ります。皆さんもぜひ来て応援していただけると嬉しいです。ぜひ Twitter とかに拡散もしていただけると嬉しいです。配信楽しかった。ありがとう。最後に結婚阻止ポーズお願い。 えー、でも、組織ポーズはちょっと、リナ、13日からにちょっと、撮ってるんで、13日ね、また行ってください。<laughs> リナ、うちは持っていくね。ありがとう。12日、劇場最前列車は、でしたかな。見てね、明日。あと13日、本当に頑張るので、よろしくお願いします。今日も見ていただき、ありがとうございました。